半分柔らかくして半分硬い状態を食べる。はい、皆さんおはようございます。バイカーシンです。いやー、いい天気。今朝までね、結構雨が降っててね、今日もお出かけしようかどうか、ね、悩んだんですけどね。いやー、いい天気になってよかったですよ。そしてただいま走ってるのはね、大阪府の能勢町、大阪の北の端っこですよ。さあ、それではね、走りながらちょっとね、お知らせというかね、はい、ちょっとお話ししたいと思います。僕のチャンネルもね、もう開設して3年経ってるんですけどね、初期の頃からもうキャンプ動画とツーリング動画上げてたんですけどね、その最初の頃ってね、ラーツシリーズというのもやってたんですよそうなんですよ。途中からシリーズ化しなくてもいいんじゃないということでね、もう別に普通にラーツもしてたんですけどね、最初はね、はい、シリーズという形でやってましてね、はい。そしてその時の動画っていうのはね、ほぼほぼもう削除してるんですよはい、そんなわけでね、うわ、めっちゃ並んでる、うわ、うわ、すげえ。みんな野菜目当てやねんな、あれな。そしてね、何やったっけ、ラーツシリーズっていうのをやってまして、まあ、ほぼほぼ今はそれ削除もしてるんですけどもね、ちょこっと残ってるのもありますよ。また探してもらったらいいんですけどね。まあ、僕も結構ね、保有動画が多くなってきましてね、ハードディスクの整理をしてたんですよ。そしたらね、その当時のね、ラーツの動画が残ってましてね、あ、見たらね、久々にね、あ、こんなことやってんなーってね、ちょっとバカバカしくも思えたりね、ちょっとこれね、もう一回アップしたろうと思ったんですね。はい、そしてね、特にね、そのラーツシリーズ1回目っていうのはね、なんとなんと僕のね、この元ブログをやってね、初めて喋った時なんですよ。それまでってね、キャンプ動画とか上げとったんですけども、無音じゃないな、声なし、まあ、効果音と BGM だけをつけてね、あとはテロップでやっとったんですけどもね、そのラーツシリーズの1作目からね、ついに喋り出しました。もう我慢できへんかったんでしょうねまあ、そういうわけでね、ちょっとね、そのラーツシリーズの第1弾もね、ちょっと再アップさせてもらおうかなと思ってます。そして題してバイカーシンのラーツ祭りという形でね、今日から5回に分けてね、毎日ね、そのラーツシリーズで削除した分をね、乗っけようと思うんですよまあ、内容的にはね、ちょっとバカバカしいですよ。ラーメン、いや、バイクでどこそこ出かけてね、ラーメン作ってるだけなんですよ。別に気の利いた話をするわけでもなくね本当に。まあ、でもちょっと、あ、こういう時期もあったんやなと思って見ていただけたら非常にありがたいなと思いますね。まあ、そしてラーツーってね、まあ、こういった YouTube で配信する前からね、ずーっともう10年以上前からね、やってるんですよ実はね、まあ、当時からラーツーって言ってたかどうかはちょっと疑問やけども、バイクで山とかそこらちょっと田舎の方行ってね、ラーメン作って食べるって、まあ普通のことやったんですよねまあそんないつもやってたことをね、あえて動画で撮って配信してるってね、ある意味滑稽なんですけどねまあそうは言ってもね、当時僕楽しみながらやっとったんでね、その楽しいなという雰囲気だけでも伝われば僕は嬉しいなと思うんですよ。別にラーツーがどうっていうよりもね、楽しくやってんなっていうの、そこだけですよ。まあ、それを見ていただいてね、あ、バカバカしいとでも思ってもらえたらね、はいありがたいと思います。はい、そんなわけでね、はい、連日またアップロードさせていただきますのでね、もしよろしければ見ていただけたらありがたいなと思います。見ていただいてね、あ、バカバカしいなって思っていただけて、ちょっとでも笑っていただけたら非常にありがたいなと思います。そんなわけでバイカーシンのラーツ祭り始まりますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。